船越神社は、三重県島市にある神社である。旧社家具は孫社。天寺ス大臣を主祭神として、以下の八柱を祀る。主祭神はじめ、いずれも、環状年月は不詳である。鎮座地船越は、古来伊勢神宮の三節祭に生魚を神にえとして、献上しており、その漁獲方も伝来されてきたというが、鎌倉から室町時代にかけて、神尾取章に、 豆腐なこし三國屋として現れる伊勢の内宮の神漁とされた地であり、このミクリ屋に奉仕された新名社を村の氏神としたものとされる。また、鬼への友新地であったため、御仙神として、豊池大臣を祀る、三重島社も付近に創建されたという。ちなみに、大王先のある、泣切地区寄りにある岩礁三島山付近の漁業圏をめぐって、 古来なきりと紛争を起こしたが、その度に、船越側は伊勢神宮へ封建する神仙の採取場所であるので、譲れないと主張していた。中世、船越左衛門の領有となり、その後なきり城を拠点に支配地を広げていた久喜市に支配され、近世には飛ば藩領とされた。船越市や久喜市に領有されてからも、内宮への逃げの献上は続けられていたが、 中世以降孫民将来信仰と、五図天皇信仰が広まると、新明社者としての祭儀が軽んじられ、五図天皇を廃止するとともに、天皇祭を行うようになり、五図天皇が主祭神とされるようにもなった。明治4年に五図天皇を主神とする、津島社に改称して孫社に列したが、天席に合わないとして、同9年10月に、再度、船越神社と改称した。 明治40年12月5日に、境内の若宮社、無格社の八幡宮、愛信社、山の神社、秋葉社、七本松社、船越社、三重島社を合祀する許可を受け、同20日に合祀祭を行った。昭和61年、新名の銅像が境内に奉納された。明治以前の社殿の記録が残されておらず定かではないが、明治12年2月20日、 同40年12月20日、昭和14年10月18日に遷宮が行われた記録が残され、ここまでは木造の社殿であったが、昭和36年10月18日に行われた遷宮で、新選書と鉄筋コンクリート作りの拝殿、内そ木の地儀と五本のカ木を持つ、鉄筋コンクリート製新名作りの本殿となった。神門はゴウに、東花、 境内敷地面積は6800平方メートルである。立ち79センチメートル文化年間に終わりの登場が作ったとされる。ウィキメディアコモンズには船越神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。